設定開発です。お金が貯まったので宇宙エレベーターを建てたいなと思います。これですね。やっぱりね、人口が少ないところの方がいいので、こっちの奥の方に建てたいなと思います。やっぱりね、この奥の駅までね、人を持っていきたいので、この辺がいいんですけどね。適当な場所ないかな。土地がないですね。
て、そして一番向こうのね、渋滞する路線の、向こうの方にある路線の渋滞する駅に止まって、そして環状線の中の駅に止まって、そして空港の方に駅に止まって、湖のところの駅に止まる新幹線でございます。はい、そう。空港の駅でスイッチバック。そうですね。4台ね、ちょっとね、ばらつきがあるっていうか、固まってるんですよね。4台の連続の新幹線の一番最初のやつがこれなので、これからね、3台の新幹線とスイッチバックでございますね。駅を止まらせてしまうとね、快速、緑色の快速電車と一緒になっちゃうので、通過扱いにしています。まあでも緑色の電車はね、まあ天童の、まあ、分岐駅止まらないので、ね、一緒にはならないんですけどね、人がいっぱい死んでるね。終了です。